Aquí estoy todo lleno de chorro. Ay, me sigue muy bien. Ay, tú le vas a pedir si más tu palo, ¿no? Yo llego a ser más grande. Yo también estoy listo, ¿no? Esto, que se ve solo, ¿no? ¿Y cuánto sí? Y ahí, ya. ¿Cuánto? Ya, sube con mi, y sube con mi, no te va a dar su segundo de pior. ¿Qué es eso? 시원했던 듯. 아니, 磁石はですね、大体どれぐらいのところがわからんもあって、ちょっと磁石ってこれ重いですもんね。うん。で、この分はちょっとだいぶあれだなと思って。本当はこれも外してもらった方がもうダイレクトにはあれですけどね。もう外してもらっていいですよ。あ、ちょっと外してみましょう。じゃないと外すので、1個は1個分かったらグラムがあるとかあるから聞いたいでしょ。ちょっと外してみましょうか。 ちょっと簡単に止めちゃうだけじゃないもんね。簡単に取れたら困りますもん、これ。基本引き合うお前か、この解体はあまり得意じゃないです。 外してもらおうたら、一個だけのものが分かったらもう、何とるべき。怪我しちゃいます。それで石が傷がつかんことだと、ちょっと特殊なやつだもんね。だからこの包丁が、ダメですね。 何時間じゃないか。 爪切りじゃないですか、もう、ポン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 
宝石のはですね、ここまで焦げ見込んでないとですね、ほんと軽く押さえてあるんですけど、意外とこう、簡単に。石はね。はい、石はすげえとしてないんで、これやっぱ取れんほどしっかり押さえちゃうけど、やっぱちょっと。そうですよね。これ抜けていいですか、こんな方。いいです。こんなの貼ったらですね。いや、そこはですね、それはあれです。あの、今まで大体何グラムかっていうのが分かっておけ。大丈夫です。メガネはこれはもうだいぶ扱ってきておりますね。これも外さない。これは簡単に外します。あ、もう外してしまっていいですか？いいですよ。こんなことしちゃったら。昔は言わないと。むしろ、だから幅変えたの、これを引っかかれるだけやけん、これを焦げる。これは焦げのもんやけんですね。ちょっと、ほら、これで、あの、幅、これでいいんですよ。接着したいことはですね、やっぱ、それじゃ取れんですもんね。だけど、まあ、大体のところで、もし値段つけていいとやったらつけます。あれやったら、家帰って外したら、私がまた、それだけ戻してもいいの？外すなら、時間かけてゆっくりしたら外れる。外すんですか？その時間かけてくれる？うん。いいですか？いや、ちょっとそれがいいですけど。そっち側も外すと得意なの？ということで、これはサードミックス、一番目だよね。ちょっと磁石、その上、それじゃあすいません、じゃあ。はい。はい、それ、トルコ石。じゃあ、これでいきますね。はい。はい、こちらで18万1000円になります。お電話ありがとうございます。ありまちです。いいです。はい。はい、ネットの環境をお持ちですか？カタカナではりまちって検索していただきましたら、ホームページのトップに載せてますよ。で、24金はですね、18金に、プラス300円。はい、よろしくお願いします。すごいです。お問い合わせ殺到ですね。変なセールスは今バッとここまで。今、下がってくれじゃん、もうなんかどこでもいい。自宅に聞いちゃうんですよ、買い取り。なんかありません、買いちゃいます。それに比べたら、こうやって直接取りに来られた、声に来られた方が、絶対です。いや、変な怪しいっすよね。ラッピーやってんですよ。いや、これ自体はですね、3万7千円という、ダイヤを加味させていただいたとして、4万円というところです。ということで、こちらは、18万6千円と4万円になりまして、22万6千円だと思います。あ、そこですね。で、これが、まずですね、これがですね、このレンズとこれから見たら、大体 10g で抜けるんですけど、これで3万5000円。で、これもですね、それこそ外してもらって、要するにもう金だけの状態で持ってきてもらった方が、お客様には有利になる。大体だろうで計算が。
レンズがこれぐらいだろうってのでなってます。で、こっちもですね、それでだろうってつけたらですね、まあ、これが、で、まあ、一つが、1グラムないと思うんですよ。まあ、二つで1グラム強ぐらいとして、14個どうするんですかね。11グラム引かさせていただいて 39.8 28g の3517 98,000円。それ引いてください。取ると大変ですもんね。また来ないか。ですね、分かりました。じゃあ298,000円、これやったら324,000円になります。ね、これはちょっとすみません、だろうですね、監督はあるんですよ。で、これはもうここも全部金で、このここの時計の中のが今度は引かせてもらう形になりますので、まあ、5グラム引かせていただいたとして、12グラムで351が42,000円。これもですね、これで、まずは違う。ね、違うことあるね。だってもう色がだってこれしてますもんね。川のデルが出てたんですよ。あ、オメガのデビル。あの、なんか、これはもうそのオメガのデビルとしての価値ですよ。はい。ちょっと軟禁してるね。これがなんか。あ、それの、ね、これね。じゃあ、これはですね、そのオメガのあれということで、まあ、そうですね、ちょっと申し訳ないんですけど、3,000円ぐらいの評価ですね。はい、はい、金の評価じゃなくて、そのまあ、時計の評価としてそれぐらいです。はい、これがちょっとあれ。金は高くない。これは金は、薄って、あえて1グラムもないですよ。使えますよ、使えますよ、だけん。ただ、文字盤とかがもう、引かれとうけん、これを、その、なんか、いいなと思う人って少ないな、少ないですよ。そんなの見えんですよね。まだ甘えてるんですよ。もう、いやいやいや。なんかね、あの、若い人がレトロなものが好きっていう人が安かったら買うっていう話ですね。あの、またですね、細いのが流行ったもんやから、ね、あの、うん、3,000円とかやったら持って帰りちゃったらいいかもしれない。うんうん、だけど、でもあの後からちょっと入れますので、これはいいでしょう。その値段やから。好きな人いますよ。その値段やから。これはなんか違うことですよ。これは聞きられなきゃなんか違うこと。地肌変わったら違う。これも違う。いやいやいや、少々私は見てもらってから、はっきり分かっていいや。これは残しておきながら、これはあれです。しまめの場合が入るしまめ。しりまないとか入ってるんですけど、ここは18です。マラカイトって言ってた。マラカイト。マラカイト。マラカイトです。あ、これ違う。これは24金入ってて、枠が18金なので、これちょっと別計算しますね。これはですね、ただの金なので、これ違うんですよ。これちょっと例えば値段は入れないですけど、この辺のダイヤが何も値段がつかんとですよ。すいません。これがですね、だけ会社の時と、その臨時の時にちょっとやって。違う、それが、ここのとこが金なんですよ。これは。ここのとこが金やから。ここのとこ止め具合のあれですね。メッキってか、それも材料、材料とかメッキです。メッキでもね、なんか両方。買うから何でもいい。
でも日本酒知らんですね、それも値段つけたってそんなことやらされてるんで、なんで国民が泣いちゃうのか、なんで、それね、あの金ですよね、ホワイトボードで使ったVIER シルバーじゃないけど V から始まって VIERI で何回これは預かりになりますね。これはちょっと比重でもし出るとやったらこれですね。ちょっと水に濡らしてもいいですか、うん、あの比重で、あの比重が出ればはい、あの空中重量と水中重量 の比重で比重で比重が分かるの でちょっとここにないのでちょっと横でここの中に持ち込みますので、すみません。これもですけど、でもこの地肌から言ったら良さそうですから。でもこれもあれですよ、このパールのあれから言ったら、いや外しちゃうかも、外したらかわいそうだから、それこそ私たちってこの重さしか計算せんけど、3000円くらいしかならないんですよ。パールはこんなもんですか？そう、こんなもんです。パールはこんなもんです。豆材から取れる豆パールです。だから、そこそこいいお値段で出してあると思いますよ。パールとチャート。もったいないと思います。つけられてね。そうそうそう。だってそれはちょっとあれしとってください。なるほど、水戸ならない。かわいそうですね。ありがとうございます。これが正式です。なんか来たので。金じゃなくても18金はですね、7517円になっております。これ中に入れておきます。はい。それじゃあ今入れておきましょう。ここ、あるでしょ。いや、ちょっと待ってください。これがなくなった。これがなくなった。これに、透明のパイに入れときにしちゃったら、これで、これで透明のピンシャツをこれで、3万5千円の4万2千円の、3千円はやめたんですね。18金が41.47円の3万5千円。これが14万6千円。これは金、中の入ったのは金やないという感じがあるんですから。だから、ごめんなさい、この先の分でちょっと1000円だけ引かせてもらっておきますね、この中の分、金違うから。2.3の。これで8000円。これはドッツなので18金で。ドッツは18。これはあの法内で24金で。これちょっと比重測らせてもらいますね。
15ですね。12っていうのが出るから、12だと14金になりますね。え？自分もやったら。はい。14金の扱いしかできんです。全体ね。はい。あ、それで5年になってたら、ですね。もうちょっと重くなってますよ。あの、0.2 グラムもらって、24グラムでしたから。L の3号でしたから。なの。これやったら2万1000円。14万円。大体前昔はですね、ちょうど指輪、それは、あ、でももう、ここは温めてから取らない関係、いや、それはもうこれ、これ取らない関係、もう、はい、もう、それは、これ私たちでもできませんもん、専門の業者がちゃんと炙りみたいな、こう、あってから、それを申し上げる。2万1000円。これ1000円ですか？え？違いますよ。1万1000円。違います。で、広くなったら、あれよ。ね。この中に入ってちょっと待って、ね。3万5000円でしょ？ 4 万1000円でしょ？で、14万5000円を、だけど、これを引いて14万5000円。これ8000円でしょ？違いますよ。中の2グラムが20。ちょっとすみません、ごめんなさい。ちょっと私もややこしいことをしようけど。あ、そう、1万円、ごめんなさい、1万円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 。で、そっち側が2万円で。でしょうね。これとかですね、ウィンシャーときものすごく目減りするんですよ。まあ、そうですそうです。一年もね、あの袋で。まあ、それ入れましょう、レモン入れましょうか。あのデザインもは売りした時は目減りするとでしょ。そうですよね。そう。あの、それこそ金のネックレスみたいなのやったら3倍ぐらい利益が取れそうですね。もちろん。けどまあ、あの、焦げ上がるとは誰も思うとらんけんですね。その前に売りますもんね。うん、まあ、私も1000円くらいの時売ってます、自分のイラン。本当、私もやったことはないですけどね。いや、例えば片方に納豆券も使わんとかなんかとかこう、そこそこ出てくるんですよ。見てないよ、見てないよ、別に。イランとかウィンシャークにはいいと思う。不安じゃないじゃない。はいはいはい。また聞いてない。そんなこと言ったら、何もないこと一緒に言うんだよ。はい。じゃあ、ここで、あの、これ抜きましたから、全部で、24万になります。これですね。はい。ちょっとどうですか。こっちが32万4000円なんです。あの、もうこれ、これも入れるんですね。はい、よろしくお願いします。はい。では、初めてのご利用ですかね。はい。はい、免許証か保険証か何か身分証明になるものでお願いします。はい、取らせていただきますね。あ、もうこれ溶けて、あの、また足で、何も。あ、これで、間違いないでいいですね。わかりました。そしたらですね、この太枠の中にご記入いただいてよろしいですか？ふかけます。